今日のってどんな仕事してんのかな。エースごくリーシャーを中学受験から大学受験までほぼ全部教えたんです。一時期一緒に住んでた時期があるんで、手紙じゃなかったら俺はとっくに切れてると思ってた。おでは始まりました、森哲ちゃんです。今回はですね、スペシャルゲストとしてやってまいりました。なんと中森先生においでいただきました。ハローゼア中森さんのハローゼアが見れるとは誰が予想したか最初もこれ聞き取れなかったですからリズニングね、はい、いやー、はい、やってまいりました、はい、本当はですね、まあ、だいぶ昔にですね高田先生に出てもらって、はい、その後ね山火先生が出てくれるって言ってたんで、うんうん、はい、順番に高田先生、山火先生、中森先生、はい、林塾長みたいな形でやろうっていう風に企画してたんですけど、はい、もう全大御所なんでちょっとアポ取りにちょっと時間がかかるんで、本当に今回はですねついに中森先生においでいただきました、はい、意外と外のチャンネルは僕あんま出てないんで。そうですよね、はい、一体何者なんだみたいなね、はい、思ってる人もいると思うんで、その辺をちょっと聞いていきたいと思います、はい、まず簡単に自己紹介じゃあさせていただきますと、はい、まあ、竹田塾という、まあ、学習塾ですねの方で、まあ、YouTube も竹田塾チャンネルやってまして、竹田塾チャンネルってところに出演している、まあ、教務部長という竹田塾の指導全般の、まあ、責任者ですね、まあ、全教科のカリキュラムを作ってる人間です。はい、こわーすごい偉い人だったんですねいやいやいや、はい、最初誰もいなかっただけなんです、はい、なるほどね、はい、そんな、まあ、いろんな YouTube でもさまざまな先生たち出てると思うんですが、はい、どうなんですかみんな、はい、仲いいんですか。あの武田塾関連の先生ってことですね。そうですね、まあ、はい、山火さん、はい、武田さんはいないわ、はい、高田さんとか、はい、どうなんですか。まあ、まずそのチャンネルに出てくる人間でいうと、まあ、古い順で言うとまず塾長はもともと浪人時代からの同級生なんで。すごいですよね、はい、浪人時代一時期一緒に住んでた時期もあるんで。え、そうなんですか。そうなんですよ、はい、そんなことが、はい、基本的に塾長は結構誰かと一緒にこういるのが好きなタイプの人で、はいはいはい、仲いい人は結構多分一緒に遊んでたり寝泊まりしてること多いと思うんですけど、僕も一時期すごい一緒に、まあ、遊んだりとか塾の話したりとかしてました、ね、はい、いつの時期に住んでたんですか一緒に。これは大学入学してからすぐぐらいの時期なんで、まあ、19とか20あたりですね。へえ、はい、いやなんか浪人時代でしたっけ、はい、なんか一緒にゲーセン行ってたっていうのは聞きました。これはもう初の出会いが、まあ、ゲーセンなんで同じ予備校だったのに。あ、そうなんですかそうなんですよ、はい、カツアゲされたとかですか。そうそう、メダルをカツアゲカツアゲっていうか友達にあげるよって話したら、はい、なぜか初対面の塾長がついてきて僕にもちょうだいって言われて、はい、すげえなこの人と思いながらあげたっていうエピソード。へえ、メダルをあげた、はい、それが何ですか、はい、何倍にもなってお金で返ってきてる。まあそうですかねはい、すごい、はい、初期投資がすごい確かに、はい、よかったですね、はい、まあ、そんな中で、出会って、はい、じゃあもうずっと仲良しで。そうですね、やっぱりその今はその仕事関連の話以外はそんなにすることは、そうですね、まあ、行動の趣味も結構違うんで、ですけど、はいはい、で、まあ、ヤマビと高田の、まあ、両先生に関してはどっちも教え子なんで。ああ、はいはいはい、はい、ヤマビは結構初期の3期生ですかね、竹田塾の3年目の生徒で、ほうほうほう、まあ、竹田塾のお茶の水本校に通っていて、まあ、早稲田受かって、竹田塾はまあ塾生ではなくて、はい、まあ、今のそれこそチャンネル見て勉強してる人たちの走りですね。あ、なるほど。受験相談のみで、はいはい、検証ブログ書いて受かったっていう、あ、はいはいはい、はい、タイプなので。そうですね、なんかね、彼女へのプレゼントについて書いてたあのブログですよねはい、でも彼はもう本当に竹田塾自体には一切入塾せず。あ、そうだったんですね、はい、ただ受かった時にでも本当に竹田塾のおかげで自分はまあ大学受かったんで恩返ししたいと、竹田塾の方をもっと広めたいって言ってくれて、でそれでずっと京都の方で、京都大学だったんで、まあ、京都校とかが当時そのフランチャイズの校舎ができ始めてて、まあ、結構早めに京都校できてたんでそこに入って、まあ、その後、まあ、こっちに移ってきて、まあ、本部の。そうだったんですね、はい、そんな感じだったんですね、はい、結構年も離れてるんですもん ね。そうですね、まあ、ヤービーは割と近いんですけど、高田くんは結構やっぱり、まあ、みんな多分もっと年いってると思うんですけど、意外と若いっていう。そうなんですよ、はい、ね、まだ、ね、20代前半。そうなんですよ、そんなバカなんですね兄弟ですかってめっちゃ言われますからねそう、はい、そうなんですよね、そこで、はい、普段でも喋ったりするんですか。まあ、仕事の時は会うこと多いんで、ただ結構やっぱり仕事の話がすごく多いですね、はい、プライベート的な話はそんなには
しないですかね、まあ、あのちょっとご飯食べに行ったりする時とかあったらそういう話することもありますけど、やっぱりその圧倒的にチャンネルの話とか、高田先生だったら教務の話とかを話す機会が多いんで、そういう話が結構メインですかね、うんはい、じゃあ別に普段でなんか一緒にとかっていうのは別にないと、ご飯、まあ、そうですね、まあ、業界的に結構やっぱりその、うん、基本夜中まで結構仕事あるじゃないですか、なのでそんなにご飯食べに行ったりとかはしないですかね、会った時に結構仕事の話してっていうことが多いですね。なるほど。どうなんですか、山火さん、彼は憎めないってよく聞くんですけど、はい、そういうキャラなんですか。ヤマビはですね、本人にも言ったことありますけど、はい、お前がヤマビじゃなかったら俺はとっくに切れてるぞって話を言ってて、お前がヤマビじゃなかったら同じことを他の人間がしたら怒ると、だけどヤマビはなんかしょうがないって気がするから怒らないっていう得です ね、 ですね、本当に憎めない性格してるなと思ってて、なん素直なんですよね、本当に。悪いことしたら素直にすいませんって言うし、まあ反省もすると。まあ改善はされないことは結構あるんですけど、反省はするっていうところはあるんで。はい、まあ、あれは本気なのか冗談なのかちょっとわかんないところがあるんですけど、僕がひたすら喋って山火に説明したら、はい、あ、すいません、もう寝てましたとか言ってて。いやいやいや、もう、これが、だから本当にこれ、山火以外の人間が言ってたら、僕は多分怒ってると思うんですよ。うん、すごい、高田先生がそんなこと言ったらどうなっちゃいますもん高田くんだったら多分、まあそれを言う前に高田くんなら多分謝罪すると思うんですよ、ね。すいません、ちょっとちゃんと聞いてもでした、もう一回お願いしますって言うと思うんですけ ど、 ど、ヤビは寝てましたって言うんで、これを言えちゃうキャラはすごいと思いますよね。そうですよね、なんかムカつかないんですよね、ツッコみたくはなるけどムカつくまではいかないんですよね、うん、もう普通にご飯食べてても、はい、いい人だなって思っちゃいました、はい、基本ヤビは素通りすることが多いんで、他人の意見がそのまま他人の意見を 100% あのろ過せずに伝わってくることが結構ですごいな、はい、いや憎めないキャラだったわけですね。まあまあまあ、でもヤービは本当に気づいたら友達を増やしてる人間なので、なるほど、はい、そんな感じ、はい、まあ確かにそうですね、敵ができなさそうですもんね、はい、いやすごい、こんな山びいじりばっかしてていいんですかね。ここあのあ林副長とはどうですか、あったりするんですか、ね、あもう結構、まあ、昔ほどは会ってないですけど、はい、それでもやっぱり最低でも月に1回は絶対会ってると思いますし、そうなんですね、で基本的にただ僕の仕事はそんなにその塾長かあまりこう突っ込みられることはないというか、うんうん、結構全面的に任せてもらってるので、なるほど、まあ、経過報告だったりとか、あとは新しい仕事の話が来たら、まあ、説明してもらって、じゃあこっちでやっておきますねっていうところで、うん、もう打ち合わせから一からも全部こっちでやっちゃうみたいな。確か全面的に信頼してるって言ってました。あ本当ですか、中森さんのことは、はい、山火は今更教務ってどんな仕事してるんですか、はい、まあ本当にまず一番は参考書の研究をもとに、その武田塾でどんな参考書をどの順番でどのぐらいのペースでやっていくか、でそれをどうやって使えばいいか、その使い方をするためにはどんな説明を先生がして生徒がどうやってるかをチェックするかみたいな、その全部マニュアルにするみたいなイメージですね。いやすごい質問来るんですよ、やっぱり予備高校生と飲むことが多いじゃないですか、あそこはどうやってやってるんだ、先生は一体何をしてるんだ、教えない先生って一体誰なんだみたいなのが昨日も言われました。本当ですか、はい、なんでそれをやっぱ中森先生が誰なんだろうって思ってる人が単なるマスコットなんじゃないかと思ってる人も多いと思うんですけど、はい、言うて学歴大したことないですからね僕。いやいやいや、そんな、はい、そんないじられるよく言われてますけれども、はい、池袋の中ですね、はい、ただ自分自身やっぱりその受験で頑張ってないってい こう自分の中でも自覚があって、はい、正直その後翌年以降に生徒の指導をしてて大して勉強はまあしてないわけですよ、うん、受験勉強して、はい、してないのに当時の自分の受験生よりも点数がいいんですよ。ああなるほどなるほど、はいはい、だからいかにこう自分がこうやってなかったかっていうのを年を経るごとにですね、はい、こう自覚してたんですよ。なる、あ塾のバイトかなんかですか。そうですそうです、アルバイトで、しかも僕その全教科断らずにやってたんで、その、はい、アルバイトになってからその A 数国理社を中学受験から大学受験までほぼ全部教えたんですよね。すごい、自分が勉強したことないのになるほど、でも誰もできないからやってって言われてやってる感じで、はい、私分だったのに、はい、すごいですね、そんな立教学習院コンビでやって、はい、やってて、やっぱりでもそれもあったから、その僕がそう使うルートを使っても意味ないなって思ったんですよ。からその本当にできる人がどういうことを考えてて、そのできる人と今できてない人の差は何なのかとか、どういうことすれば埋まるのか、それをどうやったら説明したら分かってもらえるのかみたいなことから全部一個一個考えていって、理由付けしてちゃんと作ったみたいな感じですね。じゃあ今でも研究は怠らないと。そうですね、本当に本屋の片っ端から読んでたりはしますし、はい、なるほど。じゃあ
本屋に行けば中森さんに会えるかもよ。たまに声かけられますね。そうなんですね。はい、なのであの地元の本屋になかなか行けなくなった。なるほど。なるほど、そういうこともあるわけですね。はい、じゃあ次はですね、その武田塾、ね、どんな感じでこう成り上がっていったのかをちょっと聞きたいと思うので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。